東場内閣。1941年、昭和16年10月18日任命。在職日数745日。1941年、昭和16年10月18日任命。任命なし。任命なし。1943年、昭和18年11月1日任命。在職日数265日。通算1 0 9日。 1943年、昭和18年11月1日留任。任命なし。任命なし。内閣発足当初、全内閣の事務引き継ぎは除く。前の内閣総理大臣である、この F ミマロは、中国大陸及び仏領をインドシナからの日本軍の、鉄兵やナチスドイツ及び、 イタリア王国とのひどくい三国同盟からの脱退などを要求するアメリカ合衆国のフンクリン、ルイズベルト大統領、民主党政権と、これに反対する陸軍との板挟みとなり、事実上の改造内閣である第三次、この絵内閣の発足後3ヶ月で、当時を悲劇陸将と決裂して、閣内不一致となり、これを受けて、後継内閣が模索されるさなかに一方的に内閣を放棄した。 後継内閣には、このゲも登場も、自極収集のためという名目で、皇族内閣の成立を望み、陸軍大将の東国の宮都市彦王を次期首相候補として挙げた。都市彦王は、現役の軍人であり、軍部への言い訳も立つという考えもあってのことである。昭和天皇は、陸軍、海軍が平和の方針に一致するのであればという条件で、東国宮主藩を承認する。 しかし、木戸光一内大臣が東条に確認したところ、東条はあくまで新首相に下駄を預ける考えを示した。そのため木戸が皇族の指導によって政治、軍事指導が行われたとして、万が一にも失勢があった場合、国民の恨みが皇族に向くのは好ましくないとして、東国宮主犯に反対し、改めて重臣会議に諮られた。結局、 強硬論を主張する東条こそ、逆説的に軍部を抑えられるという気度の意見が通り、東条が組閣することになった。なお同時に、東条は、中条昇進後最低5年を経なければならない、陸軍大将異例の昇進をしている。東条は、首相、陸軍大臣、内務大臣を兼ねて、絶大な権力を一手に握り、東条幕府と揶揄された。組閣の対面を排除するにあたって、 昭和天皇から対米交渉の継続を示唆された東条は、その意を対して交渉派の統合を持ち長を外務大臣に起用するなどしており、東条による三ポスト兼任も、日米交渉が日本の情報によって妥結した場合に予想される社会の動揺を警察と陸軍の力で抑え込みためであるとする見方がある。陸上の建設は、軌道の提案であり、対米交渉妥結時に、 大陸からの撤兵を確実に実施させる意図による。海軍は海軍大臣に豊田祖江武を推薦したが、豊田の反陸軍的な姿勢に懸念を示す登場が、天皇による陸海軍協力の命を盾にとって拒否した。軍からの軍部大臣の推薦が拒まれたのは異例なことであったが、海軍内で影響力が大きかった、伏見宮広康王、元帥も、 豊田の推薦には苦言を呈していたこともあり、海軍は折れて追いかわ全海将が島田重太郎を推薦し直した。悲願の海軍力の差を知る海軍は台米戦争回避派が主流であったが、島田海将は海将一人が反対して戦機を逸するのは良くないとして台米海戦派に同調する。統合海将は着任早々に外務省内の親独派を更迭して、 対米交渉推進論で外務省をまとめた。しかし、名目上は、当時のコーデルハル国務長官によるが、実際は後に、ベノナ文書の公開で発覚したありか、合衆国政府内部に潜伏し、ソ連、コミンテルンのスパイとして、情報活動もしていた、ハリー・ホワイト財務次官補、ヘンリー・モーゲンソー財務長官の部下の一人によって、書かれた春の塔を、 アメリカ政府による日本政府への最後通帳と受け取ることで対米交渉を断念し海戦論に転向した。これにより東条内閣は対アメリカ合衆国イギリス及びオランダ等連合国への海戦に固まった。日本時間12月8日の英領マレー進行及び真珠湾攻撃による海戦の地ほどなく昭和天皇の何よりが干発され東条首相は 大将を廃した手祭り手と題して、ラジオ放送を通じて、日本国民に向かって、決意を表明した。また、4日後の同年12月12日の、閣議決定において、第1次、このえ内閣以来すでに戦闘を行っていた、日中戦争、シナ事変も含めて、対連合国との戦争の故障を、応答は戦争とすとされた。その後、開戦の翌年に、 第21回衆議院議員総選挙、翌三選挙を実施するにあたり、東条は兼任していた内省を退任し、公認として、生え抜きの内務官僚である、湯沢道夫が就任した。一方で、東条は、作戦への指導力を高めるため、党推薦官判の議議を超えて、参謀総長も兼任する。しかし、さしたる実行力はなく、かえって、東条批判を増すばかりであった。 さらに、戦時体制強化のため、大東亜省、軍需省をはじめとする、省庁再編、人材登用、中央集権化を行った。当場自ら軍需大臣を兼任した結果、商工大臣だった、岸信介は、国務大臣兼務のまま軍需次に、異例の、格下げとなった。一時は、陸軍省、海軍省を解体し、国防省に再編する構想まであった。 その中で、大東亜尚設置に反対して、東郷外省が辞任。さらに、東京都政都市町村長の幹線導入を柱とした、市政、町村政改正に関わる、帝国議会の審議過程で、翌3政治会の反感を買った湯沢内省が、公鉄に追い込まれるなど、その政権基盤は、日本軍の敗退、選挙区悪化とともに弱体化していった。一方で、 首相経験者などの重臣たちと昭和天皇の実弟の一人である高松宮信人新郎海軍大佐らを中心とした皇族グループ、重臣のこの絵踏丸は皇族ではない家族であったが、設計の筆頭であり、皇爵で立場的に皇族に順じるによる統格工作が水面下で進行していく。対抗して、東場は重臣の閣僚起用で乗り切りを図る。 しかし、マリアナ沖海戦とそれに伴うパン陥落により、アメリカ軍による本土爆撃、日本本土空襲が容易になったことから、岸信介商工省、戦後に、首相も歴任が、本土爆撃が繰り返されれ、必要な軍事を生産できず、軍事時間としての責任を全うできないから、こうはすべしと進言し、ならば辞職せよという登場首相の要求を岸が、 拒絶したため閣内不一致となり、1944年、昭和19年7月9日のサイパンの責任を取る形で7月18日に東場内閣は総辞職した。後継には小磯国明が首相に就任し、小磯内閣が成立した。総力潜水講のために、1942年、昭和17年に一般国民動員と、 国家保障を規定した法律、戦時災害保護法が制定され、法第23条で住宅、家財の給与金、法第24条で療養、障害、打設、切断、遺族総裁の給与金が規定された。これらは敗戦後の1946年、昭和21年9月、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ、 スキャップにより廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。